大空町は北海道をホー総合振興局管内の網走郡に属する町。2006年に目満別町と東モコト村が合併して誕生した。目満別町、東モコト村はどちらも網走市が主導する枠組みでの合併と美ホ町が主導する枠組みの2パターンでの合併を求められた。どちらのパターンとも署名数は多かった。ところが、 目満別東もことともに町議会で両方のパターンでの枠組みを否決し、網走市及びビホロ町を含めた形で一本化した形とすべきの結論に至り、その後も目満別がビホロ町が主導する枠組みに網走を加えた枠組みとビホロ町が主導する枠組みに網走とところを加えた枠組みも唱えたが、ビホロ町及びところ町は反対した。また、 メマン空港があるという理由で北見市との協議入りの要請も北見市からあったが受け入れなかった。結局、メマンベツ町及び東モコト村との対等合併という形が望ましいという結論になっている。ビホロ町の途中参加要請も振り切り合併している。町名は住民からの公募に基づいて決定されたもので、網走館内南部の空の玄関である。 目満別空港があることにちなむ。大空町という名称は、澄み切った大空、そしてその大空の下に広がる緑豊かな大地の元で、住民が夢や希望を持ち、晴れ晴れした気持ちで暮らしていくことを目指すという意味で命名された。また、帯広市、大空町が、網走館内に、大空町が誕生することを歓迎した。このことから、大空町と帯広市、 大空町の交流もあるなど、地域とのつながりが生まれている。合併直後は、カントリーサインが制定されていなかったが、新たなデザインのものが2007年4月に、町サイトにて発表された。全国的に減少傾向の移動図書館がある2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。目満別駅級東もこと村では、 東もこと村営軌道が運行されていたが、現在は廃止されている。メルヘンの岡芝桜公園で開催される東もこと、芝桜祭り朝日が丘展望台ひまわり畑、東もこと入楽館と東もこと乳製品、加工研究所天然記念物その他、ありがとうございます。